岩手の高校生たちが郷土芸能の全国大会で優良賞を受賞しました。地域に伝わる宝を継承する活動にスポットを当てます。グッドラックストーリー。岩泉高校郷土芸能同好会は、昨年開催された全国高校総合文化祭郷土芸能部門で見事優良賞を受賞しました。念願の優良賞だったのですが、1位に取るような勢いで行ったので、ちょっと嬉しいの半分、悔しいの半分でした。入賞できると思ってなかったので、とても嬉しかったし、全員が心から楽しんで踊れていたから受賞できたと思いました。受賞した演舞中野七住まいは、五穀豊穣などを願う小本中野地区の郷土芸能。7つの道具を使い、農地開拓から収穫を分かち合うまでを表現した踊りです。それぞれが輝けるような場面がたくさんあって、みんなで一つの踊りをしたりとか、みんなが違う踊りをしたりとか、全員が主役になれるところっていうのが魅力だなというふうに思います。3年生が引退し、新生郷土芸能同好会は現在20人。先輩たちの思いを受け継ぎ、週3回練習に励んでいます。7つの道具で踊るんですけど、最後とかにみんなで合わせて踊るところがあるので、体感をすごく感じて楽しいと思います。いろんな方々に見ていただいて喜んでいただけることが多いので、そういう時にやりがいをすごく感じます。郷土芸能同好会は地元のイベントに参加したり、老人ホームを慰問するなど、地域に根ざした活動も行っています。大人になって世代は違っても、岩泉に帰れば踊っている人を見ることもできるし、一緒に踊ることもできる、楽しいだろうなと思います。技術とかを上達させて、いい七住まいを踊れるようになりたいし、他の地域の人にも中野七住まいが伝わってくれるといいなっていうふうに思います。地域の宝、中野七住まいをもっと広めたい。郷土芸能同好会の挑戦は続きます。郷土芸能の魅力を広めるぞ。グッドラック。尊敬と感謝を忘れず、誠実に思いやりを持って接することを心がけています。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。